サントリー、ビアボールの新 CM キャラクターはナンバーアンダーライン愛の3人に決定。あのグループはナンバーアンダーライン愛なぜナンバーアンダーライン愛の3人がサントリー、ビアボール、CM キャラクターに選ばれたのか近年、若者の間で大人気を博しているアイドルグループ、ナンバーアンダーライン愛。そのメンバーの平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんが、 飲料メーカー大手のサントリーが展開する炭酸水ベースのビール風飲料、ビアボールの新 CM キャラクターに起用されることが明らかになった。ナンバーアンダーラインアイメンバーが登場するサントリー、ビアボールの魅力。サントリーの新商品、ビアボール。その発売に合わせて話題を集めているのが、新 CM キャラクターの起用です。 業界では匂わせと呼ばれる演出手法が使われており、ついにはその正体が明らかになりました。人気アイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんがビアボールの新しいメッセンジャーに抜擢されたのです。サントリーでは昨年から平野翔さんを緑人ソーダのキャラクターに起用しており、 今回さらにナンバーアンダーライン愛の3人をビアボールのメッセンジャーとして起用することで、より幅広い層への訴求を狙っているようだ。ビアボールの公式ツイッターアカウントでは、ヘッダー画像にと表示され、その下には、何でもありだ。乾杯だというキャッチコピーが掲載されている。そして、ナンバーアンダーライン愛の3人が登場するポスターが公開されている。 そもそもビアボールは、ビールを炭酸水で割った、いわゆるビア割りと呼ばれる飲料の商品化です。ビールの苦味を和らげつつ、ライトな口当たりとリフレッシュ感が特徴です。若者を中心に根強い人気があり、スーパーやコンビニなどでも手軽に購入できる身近な商品になっています。さらに興味深いのは、ビアボールの大幅リニューアルを告知するポップでは、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーらしきシルエットが印象的に描かれており、新メッセンジャーは若年層に絶大な人気を誇るあのグループに決定と名打たれていることだ。これは明らかにナンバーアンダーラインアイを指しているものと思われ、サントリーが彼らを新 CM キャラクターに起用したことを強くほのめかしている。ナンバーアンダーラインアイは若者を中心に、 圧倒的な人気を誇る存在だが、それは年齢を問わず幅広い層から支持を集めている。ビアボールの広告展開によって、さらにその幅が広がっていくことだろう。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人が、ビール風飲料のキャラクターとして登場することは、ファンはもちろん、一般の人々からも大きな注目を集めると予想される。しかし、 シルエットだけでも分かりやすすぎると指摘する声もある。サントリーはあえてこれほど明示的な匂わせをしているのだろうか。果たして正式な発表はいつになるのだろうか。ビアボールの商品がすでに品切れ状態になっているという情報もあり、消費者の期待はさらに高まっている。ナンバーアンダーラインアイファンにとっては、 お気に入りのメンバーがビール風飲料のキャラクターに抜擢されるのは、ある意味を祭り気分かもしれない。一方で、清潔なイメージの神宮寺優太さんが、ややおとなしいイメージのビアボールのキャラクターに起用されるのには、複雑な感情を抱く人も、いるかもしれない。サントリーの狙いはうまくいくのだろうか 消費者の期待に依頼られるだけの魅力的なキャンペーンが展開されることを期待したい。そしてナンバーアンダーラインアイファンの反応にも注目が集まりそうだ。果たして彼らはこのコラボレーションをどのように受け止めるだろうか。オタク層はもちろん広く一般の人々からも注目を集めるであろうこのコラボレーション。サントリーは ビアボールのブランド価値をさらに高められるような新たな挑戦を見せてくれるのだろうか。今後の動きから目が離せない。実際、ビアボールのインスタグラムアカウントでは、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちがグラスを掲げて乾杯するポスターが公開されており、大きな反響を呼んでいます。若い世代を中心に SN、SNS 上では大いに話題となっているようです。 ビール好きの私でも、ビアボールなら気軽に飲めそう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが出演しているなら、絶対に買ってみたい。といった投稿が寄せられており、ビアボールのイメージ変革に一役買っているようです。では、なぜわざわざナンバーアンダーライン愛のメンバーを起用したのでしょうか。その狙いは何なのでしょうか。ビールやビール飲料は、 これまで主に男性層をターゲットにしてきました。しかし、近年では女性の間でもビールの思考が広がりつつあります。ビアボールもその例外ではありません。ビールのイメージを和らげつつ、より女性にも受け入れやすいアプローチが求められていたのです。そこで、ナンバーアンダーライン愛のメンバーを起用することで、 若い世代を中心に幅広い層に訴求できるのではないでしょうか。ビールというイメージに縛られることなく、ビアボールを大人のカジュアルな飲み物として位置づけることができるはずです。さらに、ナンバーアンダーライン愛はグループ名にも愛が含まれているように、個性的な三人組。そのキャラクターとビアボールのユニークなイメージが重なり合うのも魅力的です。 若者に人気のアイドルグループのメンバーがビールに見えつつビールではないというビアボールの新しい飲み方を提案していく。これはまさにビアボールのブランド価値を高めるための最良のアプローチだと言えるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の人気は若者にとどまらず、幅広い年齢層にも浸透しつつあります。そのためビアボールもさらなる飛躍が期待できそうです。 ビアボールは、これまでのビール飲料のイメージを一新し、新しいビアライフを提案していくことでしょう。若者に人気のアイドルグループを起用したことで、より手軽に、そしてスタイリッシュにビールを楽しめる存在へと生まれ変わりつつあるのかもしれません。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが、ビアボールを通してどのような大人の飲み方を提案してくれるのか。ファンならずとも、 その新しい提案に注目が集まりそうです。しかし、それでもビールというイメージは拭えず、どちらかといえば男性向けの印象が強かったビアボール。そこに、人気アイドルグループのメンバーを起用することで、より幅広い層に訴求できるようになるのではないでしょうか。ビールにも新しい可能性が見出せるのか。ビアボールの今後の展開にも大きな期待が寄せられています。